皆さんこんにちはレックスリク講師の根本です今回の実力養成編については解説する講師が問題をチョイスしていますこの時期に解いてほしい問題をこちらの4人で一人一人一問一問厳選して選んでいますこの時期どの受験生でも絶対解いてほしい問題だけの問題集が出来上がります私は担当しているのは民法です この民法については、過去問論点、過去問以外の論点、そして再建法相続法の論点、出しております。過去問についても、過去問通りではなく、過去問をひねったものや、過去問を事例化したものといったものも多く出ています。また、密室のものについても、こんな細かいもん出ないよというものではなく、もうこれは絶対押さえてほしいといった密室のものに絞っております。ぜひ、 こちらの方チャレンジ来てください 皆さんこんにちは歴戦セに講師の森山です私の方は不動産登記を担当しております午後の部不動産登記を16問出題されます午後の部時間の中でリズムよく解くためにはこの不動産登記をしっかり自分のものにしていく必要があります特にこの記述問題で出題されないような総論分野こちらもですね点数を取れるようにしていかなければいけませんで多くの受験生はそこ苦手にしております例えば登記識別情報のですね執行申し出そのあたりの制度もしっかりマスターしているでしょうか この当連ではそのような総論分野も既出の分野それから未出の分野まとめてしっかり取材しておりますこちらの方で不動産登記をしっかり点数取れるようになってください皆さんこんにちは、えー、レクセン人講師の雲野です、えー、私は、えー、生鮮当連実力養成編で会社法商業登記法の解説講義を担当いたします、えー、会社法、えー、商業登記法は第四回目と五回目の途中までとなっております えー、皆さんご存知の通り会社法、商業登記法は、えー、令和3年の司法書士試験、えー、改正が影響が懸念されるところです。 この点に関しましては問題点というよりかは解説のところで改正法に言及をしていきますそして商業登記法に関しましても印鑑の届出義務など改正がありましたねこういったところも解説講義の中でワンポイントの形でですねピックアップをしていきたいと思いますので皆さん改正法の勉強について気になさっている方にもですね対応をしていきたいというふうに考えているところです非常にあの両門をですね セレクトしていった自信がございますので、ぜひ会社法商業登記法四回目と五回目の解説講義一回につき九十分の解説講義を担当いたします。えー、皆さんどうぞですね期待して受験をしていただきたいと思います。皆さんこんにちは。 レクセン講師の佐々木みです。私が担当いたしますのはマイナー科目、えー、憲法刑法そして民葬一家教託使用書法となりますが、えー、特に、えー、2020年の本試験において、えー、マイナー科目特に午後の部のマイナー科目に関しては非常に優しい問題が多かったというご記憶があると思うんですがただ、えー、この優しかったという傾向は毎年毎年続くわけではないんですね。年、え、年、ー、例年マイナー科目の難しいい簡単な年というとうころ結構分かれております ですから、えー、去年間隔2020年間隔で進めてしまうと墓穴を張ってしまうということになってしまいます。で、えー、合格者と不合格者で一番3のつく択一問題に関しては特にマイナー科目なんですね。 ただマイナー科目の勉強の仕方、特に時間が限られている今回の対策としてはあ、ね、なかなかあ読み込みだけでは知識は定着していかないと思います。でそここで、えー、直前期期を迎えるのの時期です、ねえー、に、えー、たくさんの両門、えーこれを 解きながら覚えると。最初は間違っても構いませんので、えー、たくさんの問題演習をこなしながら、あ、しっかり身につけていただくうという,うね、え、対策として素材としてえー、使っていただければなと思います。えー、特に出題可能性の高い量文、えー、こちらをセレクトいたしましたので、えー、それをもうぐるぐるう取り繰り返しの演習素材としてえー、取り込んでいただきたいかなと思います。えー、特にね、えー、ね、近年もう過去問だけでは受からないとおいうのははっきりしておりますので、えー、プラスアルファの問題演習、えー これをお勝ち取っていただいてぜひですね2021年の合格を確実なものにしていきましょう頑張りましょうはい皆さんこんにちは レック専任講師の荒川修一です。えっ、ー、とこちらには、えー、顔は入っていないんですけれども、私の方では全6回の36問と37問、えー、記述式の方の解説を担当させていただきます。えっ、ー、と基本的には卓一の問題に関してはこちらにね映、えー、っている先生方が両問なり皆さんにこう解いていただきたい問題っていうのをチョイスしてそれを皆さんに提供しているという形になるんですけれども、記述式の方は。 新作全12問用意をさせていただきました。私もすべて目を通した上で解説講義に当たっているんですけれども、まあ今年も非常にこうオーソドックスなところでいい問題できていると思います。この問題解いていくことで、まあウォーミングアップも含めてこれからね記述式対策をちゃんとやっていくんだっていう方々に役に立つようになっていると思います。私も解説の方でお時間は短いんですけれども、あのポイントを絞って皆さんがよく間違えるんじゃないかなと。 思っているところを中心にお話をしていきますのでぜひお役立ていただければと思いますそれでは皆さん一緒に頑張ってまいりましょうはい、えー、皆さん担当講師のコメントを聞いていかがだったでしょうか来年の2021年向け、えー、この生鮮討論実力要請編こちらに書いてある通り、えー、短期決戦専用に特別改良されたものですとにかく2021年の司法書士試験は異例づくしです 今までと同じことをやっていたのでは、えー、受からないと思ってみてください、えー、そのために、えー、レックは、えー、講師がですねとにかく自信を持って問題をセレクトいたしました、えー、ここに書いてある通り講師陣大幅関与です 今までの政見討論実力要請編でここまで講師が関わったことというのはなかったんですね。えー、みんなあの非常にやる気を持ってとにかくいい問題を皆さんにお届けしようということで自信を持ってセレクトいたしました。ですから皆さんにこの問題をぜひ解いていただきたいと思います。 とにかく12月24日に筆記試験の合格発表があってからもう時間がありませんすぐに1月の15日16日17日それぞれの日にですね 開講していくこの実力要請討論ぜひ皆さんに受けていただきたいと思いますそのためにですね我々もしっかり解説を皆さんにお届けしますので教室でまたはご自宅での受験というものもできますぜひ皆さん方レックのですねこの実力養成討論を受講して2021年の合格を勝ち取っていただきたいと思います それでは、えー、本日は、えー、2021年政戦討連実力要請編のまあ魅力と、えー、皆さん方へのですねアピールをさせていただきました、えー、それではご清聴どうもありがとうございました。